シークレットサービスの21の秘密。アメリカ大統領の護衛を行う黒ずくめの男たち。正式名称、アメリカ合衆国シークレットサービス。任務や行動など、その多くが謎に包まれています。今回は、彼らを覆い隠す秘密のベールを少しだけめくって、シークレットサービスに関するトリビアをご紹介しましょう。その本拠地は一体どこなのか。大統領に与えられるコードネームとは。彼らの姿勢にはどのような意味があるのか。いろいろなことがわかりますよ。まずはお知らせ。ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をぜひお願いします。1. 考えられているよりもずっと人数が多い。シークレットサービスは何人？と聞かれると、100人程度のえりすぐりの精鋭なんかを思い浮かべてしまいがちですよね。でも実際は、もっとわらわらいるんですよ。その数なんと、6500人。ここに加えてさらに、要人護衛専門のチームも存在します。2. 任務は、大統領の護衛ばかりではない。国の最高指揮官の護衛こそが、シークレットサービスの最重要任務。でも、それだけが任務というわけではありません。副大統領や大統領の家族、元大統領の面々とその家族、アメリカを訪問する首脳や要人もまた、シークレットサービスの護衛対象になるんです。また、大統領選に出馬した候補者も、選挙の120日前からシークレットサービスの護衛を受けることになります。また、シークレットサービスは大統領命令があれば、いかなる人物も護衛します。3. シークレットサービスの仕事には3つの段階がある。いきなり新米エージェントが現場に放り込まれるということはありません。彼らはまず3年間のオフィスワークに従事します。そして、危険と隣り合わせの任務を望んだ場合のみ、4年から7年の現場任務に就きます。その後、エージェントは昇進を受けるか、再びオフィスワークに戻るかを決めます。4. 銃弾の前に飛び出す訓練を受けている。大統領が大きな仕事を行う場合、シークレットサービスは暗殺や銃撃などの様々な危険のシミュレーションを事前に全て行います。彼らは体に当たると痛みと色を残す無害な銃弾を使用して事前トレーニングを行うんです。また、全てのエージェントは8週間おきにスキル維持の訓練を受け、常に最高のパフォーマンスを保つようにしています。5. 全員応急処置ができる。全てのエージェントは基礎的な医学スキルを身につけており、非常時でも冷静でいられるような訓練を受けています。このことは例えば、救急車が病院に到達する前に、被害者の命を守るといった場面で活躍します。また、大統領の移動ルートは常に、病院から10分以内の距離を通るように計算されています。この時間、エージェントたちは命をつなぐためのスキルをも持ち合わせています。6. 大統領の血液パックを持ち歩いている。トップレベルのエージェントたちは、文字通り大統領の命を救うことが可能です。事故や襲撃という場面を切り抜けた大統領が出血過多に陥った時もまた彼らの出番。彼らは常に大統領の血液パックを携帯しており、リスクのあるドナー血液を使用することなく、大統領の命を救うことができるんです。大統領を最寄りの病院に搬送したら、このパックを医師に渡します。もちろん、緊急病棟の医師たちは、エージェントによってその身元をよく知られています。7. マウントウェザーという施設が存在する。毎年大統領は、一般教書演説をするために、議会、最高裁判所、大統領顧問委員会を回ります。このスピーチの場は、国家にとって最大の危険が及ぶ場でもあります。アメリカ合衆国政府機能が一堂に会するこの場所を、一回襲撃するだけで、国の機能を停止させることができてしまうんですからね。そんなわけで、最高のセキュリティが張られるだけでなく、最悪の事態に備えた予防策が取られているんです。それが、バージニア州マウントウェザーの地下壕。演説の間、顧問委員のうちの一人はここに隠れ、シークレットサービスに守られているんですよ。8.
大統領にもコードネームがある。ハリウッド映画の創作なんかじゃありません。シークレットサービスは大統領にもコードネームを与えるんです。大統領一家のコードネームは同じ頭文字で始まるというのが通例で、例えばバラク・オバマ元大統領のコードネームはレネゲード、奥さんはルネッサンス、2人の娘のコードネームはレイディアンスとローズバッドでした。ジミー・カーター元大統領はディーコン、ビル・クリントン元大統領はイーグル、そしてドナルド・トランプ現大統領のコードネームはモーグル。これ長者って意味なんですよね。バレそう。 Q 大統領執務室の床には動作センサーが張り巡らされている。シークレットサービスの鉄の掟の一つが、大統領を一人にしてはならない。でも大統領だって自分のオフィスで一人になりたい時がありますよね。そんな時でもシークレットサービスは床のセンサーによって室内のあらゆる動きをモニターすることができるんです。10大統領の趣味の相手をする。大統領は絶対に一人にしてはいけません。というのは、大統領の生活のあらゆる場面においてシークレットサービスは大統領と一緒にいなくてはいけないんです。あ、大統領閣下、朝のジョギングですか？もちろんお供します。ハイキングですか大統領？すぐに準備いたします。大統領、スケボーするの？ちょっと待ってね。こうしてシークレットサービスたちは最高指揮官とともに新たな技能と趣味を手に入れていくんです。11大統領が医師にかかるときは同行する。シークレットサービスは常に大統領のためにそばにいます。常にと言ったら常に。会合に出席するときや国を移動しているとき、エージェントたちが大統領をぐるっと囲んで歩く姿は想像できますよね。実はホワイトハウスの中でもこうだし、友達と会うときもそうだし、そしてお医者さんの診察を受けるときも同じような状態なのだと聞いたら驚くでしょうか。護衛のエージェントなしに医師と大統領を二人きりにさせるわけにはいきません。大統領の病気がどんなものであったとしても。12脅迫状は全て追跡する。これは都市伝説でも陰謀論でもなく現実の話。シークレットサービスは全ての電子メール、紙媒体のメールに脅威が存在しないかどうかをチェックします。それがいたずらメールだったとしてもですよ。組織は何千というインクのタイプのデータベースを所有しており、それが追跡操作をずっと簡単にしてくれるという仕組みになっています。大統領を脅迫した者に科せられる罰則は多岐にわたります。警告で済む場合もあれば、精神鑑定を受けさせられる場合もあり、1年以上の禁錮刑に処せられる場合もあります。脅迫の脅威度の診断はシークレットサービスに一任されています。暗殺者である可能性のある脅迫者の家族、近隣住民、仕事の同僚全てに聞き取りを行い、手紙を送った人物が単なる精神的、感情的に不安定な人間であるか、暗殺者であるかどうかを見分けるんです。13全てをモニターし録音している。エージェントたちは使えるだけのカメラや監視カメラを利用します。事件の解決や犯人の特定といった場面においてカメラはとても有効な道具となるんです。ケネディ大統領の暗殺後、シークレットサービスは大統領の葬列を撮影する車両を用意しました。ちょっと前にドナルド・トランプに物を投げつけた人もいましたが、この人もカメラにバッチリと映っていたためにすぐに特定されてしまったんですよ。14大統領のために死ぬという誓いは別に立てない。シークレットサービスになるための儀式みたいなものは映画の世界にしか存在しません。大統領のために弾を受ける盾となることを誓いますみたいな誓いは存在しないんです。もちろんだからといってエージェントが真っ先に逃げるかっていうと別にそんなことはないんですけどね。15過去に任務中に殉職したエージェントはたったの一人。エージェントが大統領のために命を投げ出す場合は自分の意思と責任においてそれを行います。そしてアメリカ合衆国の歴史においてそれを行ったエージェントが一人存在するんです。エージェントだったレスリー・コッフェルトは1950年11月1日ハリー・トルーマン大統領をかばって殉職しました。16本部の場所は秘密。シークレットサービスの本部はワシントン DC にある灰色の9階建てのビルに存在します。
外にはそれを示すようなサインは一切ありません。内部には武器庫、オペレーションセンターがあり、何千というエージェントが常駐しています。しかも秘密のカフェテリアだってあるんですよ。施設にはゴミ箱が一切ないため爆弾を隠すことも不可能。建物がある通りの名前もなんだか暗号のような響きを持っています。その名前は H 通り。17、シークレットサービスの設立はリンカーン暗殺当日。当時の財務長官であったヒュー・マカロックがシークレットサービスの設立を提案したと言われています。彼はこの案を1865年4月14日にリンカーン大統領に伝えました。その夜、大統領は劇場で頭部を撃たれて死亡。とても奇妙な偶然ですね。18、シークレットサービス設立の当初の目的は大統領の護衛ではなかった。その朝、シークレットサービスが設立されていたとしてもリンカーン大統領の命は救えなかったでしょうね。というのも、シークレットサービスが設立された当初の目的は偽札や金融詐欺の調査だったんです。今でもシークレットサービスはこれらの任務を行っています。でもその後、一人また一人と大統領が暗殺されていくにつれ、顧問委員会はシークレットサービスに大統領の護衛という新任務を与えることになったのです。19、別にいつもサングラスをかけてるわけじゃない。シークレットサービスといえば真っ黒いスーツにサングラスのイメージ。もちろんこれは映画の世界だけのもの。私たちと同様に晴れて眩しい日にはサングラスをかけることもありますが、サングラスが光を反射したり、サングラスによって視界が暗くなったりといった要因で重要なことを見逃すことを防ぐため、かけないことがほとんどなんだと言います。20、たまにはミスもする。今日では人の犯したミスというものは世間に簡単にバレてしまいますよね。シークレットサービスもそんな目に遭っています。バラク・オバマ元大統領が当時武装したエージェントとエレベーターを乗っている際、ナイフを持った男がホワイトハウスのフェンスを乗り越え侵入するという事件があったんです。21、手は常に戦闘態勢。写真で見るエージェントたちの姿をよく見ると常に手が腰にあることに気づくかもしれませんね。指の形こそ人によって違えど、これらすべては同じことを意味しています。それは彼らが常に銃を抜くことができる射撃体制にあるということなんですよ。シークレットサービスの秘密、皆さんはどれが一番驚きでしたか？コメント欄で教えてくださいね。これらの秘密を知りたがっているお友達にも動画をシェアしてあげてください。動画が楽しめたという人は高評価ボタンも押してくださいね。ブライトサイドが初めてという人はチャンネル登録もお願いします。ブライトサイドで明るい人生を。またお会いしましょう。